本当に暑い温かいお礼をありがとうございました。サガン鳥栖は強くなりました。本当に強くなりました。本当、今年開幕から非常に苦しみましたけど、本当選手、スタッフみんなの思いで1年間、本当粘り強く戦い、今日最後を迎えました。誰もがそのまま押し切られてしまうだろうと思ったところをひっくり返す、これがサガン鳥栖だと思います。本当1年間最高の選手たち、最高のスタッフ、本当一緒に仕事ができてよかったです。皆さんと一緒にこのスタジアムで、それからテレビで応援していただいたおかげで目いっぱい戦うことができました。本当にありがとうございました。私とうとうこの日が来てしまいました。今日でサガン鳥栖の監督を辞めますけども、サガン鳥栖に強いチームの土台ができたと思います。これからもサガン鳥栖を応援してください。私もまた新たな一歩を踏み出して、この鳥栖で教えられたこと、育ててもらったことを生かして頑張りたいと思います。お願いします。これね、声があっちとこっちで聞こえるんで、喋れない。鳥栖で選手が伸びたよりかも、僕が一番伸ばさせていただきました。僕は鳥栖に来てよかった、本当に来てよかった。本当皆さん、5年間我々を応援していただき、本当ありがとうございました。感謝と言葉でいただき、僕感謝されるような人間じゃないですけど、本当ありがとうございました。あとさっき逆転ゴールが決まった時に、上から乗り換え上げて肉離れしました。実はむちゃ痛いですけど、今日は我慢します。おめでとうございました。
社で岸本君と選手たちのハイタッチが続いていますが、岸本君、岸本君、実はあなたにサプライズにすることがあります。岸本さん、岸本さん、こちらも注目してください。今日、岸田監督に奥さんとお父様が花束を持ってお越しいただきます。これはですね、サーを代表しますクリスタルでございます。でこれは特別にサッカーボールを作っていただきました。思います。